日々着物狩りに奮闘しているカリルドの皆さん、こんにちは、リンクです。今回は僕もカリルドの一員になるためにブラッドボーンをやっていこうと思うんですけど、ちょっと気づくことないですか？なんかちょっとあれ、ブラッドボーンにしてはちょっとなんかレトロな感じっていうか、実はこれいつも皆さんがやっているブラッドボーンではありません。今回のブラッドボーンはルイス・ワルサーさんっていう海外にいる人がファンメイドとして作ったブラッドボーンになっております。まあこれちゃんあのプレステ4のブラッドボーンとは違って、本当にこの人が作ったあのプレステ1風に作ったブラッドボーンになってます。一応ブラッドボーンがわからない人に向けてどういったゲームかっていうのを説明すると、ブラッドボーンは2015年にプレステ4で発売されたダークファンタジーの分類に入るゲームになってます。でも DM の内容としては簡単に説明すると、ひたすら獣を狩り続けろってこんな感じのゲームになってます。今回ちょっと底辺のYouTuber っていうのかな、僕のことを。このゲームがどんなゲームでどんな感じなのかをやっていこうと思います。じゃあニューゲーム、一応ね、これこのゲームコントローラーでもできるんだけど、コントローラーはね、あのプレステ1のコントローラーじゃないとダメっぽくて、だから今回はキーボードでやっていこうと思います。めちゃめちゃ難しいけど、ちなみに当たり前ですが海外の方が作ったので、まあ、全部英語になってます。だって、まあ、一応内容してるんで今言うと、なんか輸血をするから君の名前を教えてみたいな感じのことを多分今言ってたんだと思います。今の人はね、ネームか。と思います。さあ、僕の名前はリンクです。名前署名してほしいって言ったのかな。今からなんか輸血をするから心配するなって言われて、で怪しい笑いをしながら僕は眠りについたってとこかな。さあ、この次の起きた場面で早速原作でも怖いシーンがあるんだけど、さあペトロだとどんな感じか。怖い、ちょっと待って、原作のリアルな方も怖いけど、こっちはレトロな感じがして、そのドット感がさらに怖さ増してないけど。すごいな、本当に原作に忠実じゃん。お、こいつの顔どんな感じだ？怖すぎる。待って、怖すぎる。おい、待って。こんな原作の方が可愛いであったぞ。こっちは怖すぎるって。怖すぎる。あ、待って。普通にホラー。待って、普通にホラーすぎるって。You found yourself a hunter. これは多分あれだね。ハリウッド様を見つったみたいですね、みたいな感じのことを言ってるんだと思う。さあ来たぞ。次に始まった。一応、このゲームはマウス全く対応しないから、あ、なるほど。移動は WASD か。あ、これ回避はスペース。フリーズ、データ、インベントリー。で、カメラは E で、なんか固定。E でなんか、
押した、向いてる方向に向くんかな。Do は何だろう、インベントリーか。アイテム、あー、これね。ナビゲート。はいはいはい。すごいね。アジアさんにすごい。これはハンドシーク。ね、これ。ハンドウェイトスクシーク。とりあえずで、まず出ようないとないとね。おー。結構あっさり開いたな。結構、元は、すごいガーンって音、大きい音を立てながら、開いたんだけど。まあまあ。はアタック。でもアタックどうやってやるの？どうやんの？あ、これか。ロートカメラ。はい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 。あいつがおんねんな、最初に。第一関門であるあいつが。一応ね、あいつはね、倒せるんだけどね。武器を持ってない今じゃ、倒すのが難しい。これさ、確か、結局、ちょっとずつ近づいてもダメだから。待って、はい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 。はいはい！待って！寄せて、寄せて！え、撃てるよ、撃てるよ！あ、撃てて！撃ってます！待てない！待て！待てやばい。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 操作、操作、操作、操作だね。あー、うそダメだった。おー、さ、これも再現度が高い。これ、難しすぎん？あ、待って、これ。PC の操作だと、難しいんけど。一応ね、これ、今のやつ、勝てることも可能なんだけど、こんな風に最初絶対誰もがやられたらここに行きます。あいつ勝ちたかったな。操作がマジで難しい。マジで PC だから難しい。これ内蔵攻撃したかったんだけどな。ハンターの、ハンターの、まあ、カユドの夢だね。来たね。どうもお人形さん。これね、今はただのご人形だけどね、後々可愛くなるから。お、ウェポンだね。どっちにするか。ノコギリか、サントラス、サダとカン。あれこれ。オノかな。やっぱり僕は一番これが好きだね。これにしよう。ノコギリ。で、次が、左手武器。どっち、こっちはどっちのかな？ピストルか散弾銃。こっちは散弾銃にしよう。よし、これで。アイテムから。これを。はい。これの装備と。一応ね、ブラッドウォーのこの武器は、武器の形は変わるんだけど、どうやって変えるんだろう。狙えるんだ。お、狙える。まあいいや。これでも十分戦えるし。ここは ?Looked by unknown とりあえず狩りに行ってこようと思います。よっしゃ。さっきのもう挑むぞ。もう一回。もうこの武器持ってんだ。僕はもう最強だ。あれ？ここに書かれるなんかあったっけ？あ、セーブできる。おー、かっこいいな、セーブの仕方。よっしゃ、行くぜ。おらおらおらよし。うん、武器の元はこんなもんよ。ブラッドビアール。あー、なるほど。あ、2番の弾あれだ。回復薬だ。あー、これで装備できると。なるほど。これ、looked by 1フロア、クリニックキー。え、鍵が必要だな、これ。あれ？そんな鍵、あ、まあ。
あ、なんかシステム上のもなんか、ここで作んないとダメだから、用意したんかな。ここはあれだな、元のブラッドボーイじゃないとか。ウォーク。お。あ、なるほど。コントロールキーを押しながら歩く、移動キーを押すと歩いてくれるんだ。なるほど。なるほどね、ここ渡れと。鉄骨渡りでもしろってことか。うわー、これ、やりにくい。すごいやりにくい。いや、そんなでもないな。アイテム。オビ、エチフラ、あ、あ、ありだね。おぼって今なんか見えたぞ。いや、見えた。いや、見えた。お、見える。世界の外側が見えるぞ。じゃあ、世界の外側が見える。世界の外側が見える。しょうもないことしないでさっさと行きましょう。よし、早くヤーナム市街に行きたい。あれ、カリゲットしたよ。あ、アイテムに登録し、使うアイテムに登録しといて、使うのか。あ、なるほどね。なるほど。これは？あ、回復ね。さあ、いよいよ、ヤーナム、市街だかな。街へ。あ、ロードか。